私もですね、もともと7年間アイドルのチェリップという鳥取県のご当地アイドルをやっていまして、でアイドルの方は2019年夏に引退したんですけれども、皆さんとイベントで会う機会が増えたらいいなということで、少し歌も歌ってみようかなと思いまして、1年経たないですけれども、歌も活動も少しだけこうやってイベントに呼ばれた時にはしております。今日はその自分一人のソロのオリジナル曲を1曲まずは歌わせていただこうと思います。もうね、春ではありますけど、まだ暦的なんとなく春ではありますけど、もう暑いということで夏の一曲歌わせていただきます。それでは聴いてください。真夏の魔法。私が泣けたあの魔法を覚悟を決めてた空だ。
達、赤ちゃんまで一緒に手拍子をしてくれて、本当に地元のこういったスペースでイベントできるありがたさを感じています。この今歌った真夏の魔法という CD なんですけれども、手焼きで少しだけ作っておりまして、今日在庫見たあと4枚くらいしかないんですけれども、今日も用意してまいりましたので、後ほどブルパンでよろしければ手にしていただけると嬉しいです。ではまだまだライブコーナー続きますので、皆さん引き続き楽しんでいってください。藤井ミオンでした。ありがとうございました。では次はこの人たちと交代したいと思います。フラリリちゃん出ておいで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイクのスイッチ入っていますか？大丈夫そう。店長入ってますか？店長のマイクはちょっと入ってないですね。こういうハプニングがあるのも生のイベントの醍醐味ですね。なかなかこういったイベントができない期間がすごく続いていたので、マスクがあったりとか歓声は出せない状況ですけれども、こうやって皆さんと時間を過ごせて本当に嬉しいです。ライブコーナー引き続き楽しんでいってください。2人ともよろしくお願いします。